いよいよ大会当日、全国からさまざまなものづくりに関する若者たちが集まって熱い戦いが繰り広げられようとしています。昨日はあまり狙われなかったのでちょっと不安なんですけど、前向きに頑張っていきたいなと思います。できるだけ上の順位に行きたいと思ってます。若年者ものづくり競技大会本番、メカトロニクス競技には北は青森から南は沖縄まで18校23チームが参加しました。競技では工場で使用される自動化機器が使われます。選手たちは前日までに指定通りの生産ラインを組み立て課題に臨みます。10秒前、いよいよ第一課題が始まります。第一課題では図面と指示書が配られ、その通りにメカ、電気、エアの組み立て、アプリの組み込みを行いシステムを完成させます。制限時間は2時間、どれだけ早く正確に仕上げられるかを競います。例年以上の難しい課題にもかかわらず、岩手の神山くんたちを含め九州、大分の3チームが見事制限時間内にクリアしました。試験官を務めるのは協賛企業の方々、課題はこの方たちが作成しています。職場で核となれるような人材というの育成を目指してやっています。スキルはすごい上がってきていると思うので、やっぱ指導する側の目線として、なんか選手が育っていってくれるというのはとても嬉しく思います。第2課題はトラブルシューティング。第1課題で作り上げたシステムに仕掛けられた故障を素早く発見し、その記録・修復を30分以内に行わなくてはいけません。いかに早く故障箇所を発見できるか、スピードと知識が求められます。ちょっと待って、本当に合ってる。神山くんチーム、途中間違いに気づき手が止まってしまいます。しかし力を合わせて見事第二課題も制限時間内に突破。観客も見守る中、いよいよ最後の第三課題です。第三課題は生産ラインを保守するメンテナンス課題です。指定の部品を生産ラインから外し、運転方式を変更してまた指定通りに動くようにしなくてはなりません。制限時間は1時間半。午前中から集中が続く中、最後まで頭をフル回転させ競技に臨みます。そうですね、最初問題見たときに、これ本当に解けるのかなって思ったんですけど、本当もう一人いるから大丈夫だっていうふうにずっと思ってたんで、2人でやるっていうのはそういうところがいいところなんだなっていうふうに思います。はい、やりきったなというか、やっぱ後悔もたくさんあるんですけど、すごく経験できて本当に楽しかったし、良かったなっていう気持ちは強く残ってますね。若手の技能を、こういう場所で、早期育成していくことによって、やっぱり強い日本を作っていけると思っているので、企業が参入していけたらいいなと思っています。